小野松さんから伺っていきます。小野松さん、はいはい、今場所の遠藤相撲のうまさ随所に見せていると思うんですがどうでしょうか。はい、彼本来とですねやっぱり相撲というのが出てきたんじゃないでしょうかね、戻ってきたんじゃないでしょうかね、はい、立ち合い鋭く入ってですね、やっぱり前さばきの素晴らしさですよね。それからやっぱり自分十分になる技術、はい、そういうものがあるんですけど下半身にやっぱ力が入ってない時はそれが最後までできませんですよね。なるほどね。けどそれが今場所ずっと出てきてますよね。そういう方ですか。そして正面の伊勢ヶ濱さんにも伺います。まあ、一門の力士ですが、はい、怪我の回復具合は、ね、かなり進んだなというのが見えました。はい、相撲の内容としてはどうでしょう。まあ、いい相撲取ってますけどね、はい、立ち合いがなんかこうワンパターンですよね。ワンパターン、はい、もう右手前に沿って左差しに、はい、形が決まってるんでね、時折こう右手で突き放すように手を出して当たっていくのがあります。たまに突く時もあるんですけどね、はい、そのどっちかですもんね。やる方にしてみればどうやってくるか分かってるんで、はい、楽ですよね。あ、楽なんですか。楽ですね。どうやってくるか分かってるんだから。この遠藤の良さを生かすためにはさらにその立ち合いの幅をつけるんでしょうかね。まあ、今の立ち合いでいくんだったらもっとこう鋭さ、はい、重みをつけていかなければいけないですよね。白鵬とやった時みたいにね、はいはいはい、一気に当たって寄ってっていう感じですよね。そのあたりをさらに磨きをかけていきたい遠藤。遠藤もこの後の成績によっては新三役の可能性もあります。隠岐の海は4勝8敗今場所の豪栄道を破る白星がありました。立ち合いです。ついて捕まえに行った井上、左打ちはお互いに力があります。遠藤をつける前回しは届かない。懐の深い沖の海上手を狙う出し投げ、上手出し投げ、遠藤の勝ち。遠藤勝って7勝目沖の海は4勝9敗少しまであと1番です。伊勢川さん、はい、今日の立ち合いはどうなんでしょう。今日もいつも通りの立ち合いですね。いつも通り右前みつで左差しに行って、はい、相手は左中途半端に差しに来たんでね、うまくいましたよね。右で前さばきはうまいですからね。沖の海もこうして中に入っていこうとします。はい、左をこう強引に刺そうとするんですけどね、右からのこの絞りとかね、はい、これ上手ですよね。こういった技術はね、持ってますよね。押っつけながら回し取りに行きますからね。こうした回しの引き方、攻め方というのはしっかりと基本があるわけですけど、そうですね、下から下から取りに行くんですよね。あ、下からね、はい、出し取った瞬間ですか。取った後もすぐに次、はい、こう攻めに出てるのがいいですよね、はい、止まらないでね、すぐこうやるのがいいんですよね。そうするとこれに立ち合いの力が増してくればというところですね。立ち合いからこれを取れるようになるともっと良くなるということですよね。幕の内の、まあ、下の方ですとね取れるわけですけども、はい、上で戦う上でもう一段もう立ち合いの踏み込みとか重み、はい、そこはもう普段からねその上位の力士と稽古すればだんだん体が覚えてきますからね、まあ、出稽古は必要ですよね。まあ、怪我の治療の時期があったことで部屋での稽古がほとんどでしたけれども、はい、そうした強い力士の胸を借りるということはね、そうですね、立ち合いに慣れるということなんですよね。早い立ち合い、重い立ち合いに慣れていかないと。ですから稽古で勝った負けた一つ一つを数えても仕方がないんですよね。そうですね。そうするともっと自分の立ち合いが良くなってきますよね。ただでもワンパターンなんでね。